日本では基本的にはアメリカでの契約社会同様、契約書は必ず作る文化だと思います。ただし、その契約書に書かれている内容でも基本的には合意を持って、中身と書かれていることが違うことを、会話の中でネコと言いますか、交渉の中で、よしとする場面が、多々ありますね。その辺は厳密なアメリカでのそのビジネスの文化とは全く異なる部分だと思います。